はいどうも、お疲れ様です。クレッポンです。見ての通りね、この新しいゲーム、最近ね、ちょっとハマってやってる、まあ、スマホアプリなんですけど、ハイド&ファイヤーっていうね、こちらの方をやっていきたいと思います。まあ、やっていきたいというかね、まあ、今回はね、もうただ単にね、ダイヤ、まあ、ガチャ回すのがね、溜まったんで、ちょっとガチャの方回すだけの動画になるんじゃないかな。いやいやいや、いいですね。このゲームのいいところはね、キャラクターがね、みんなね、露出度高くてね、かわいい。僕はね、もっとね、何だっけ、あいつ、ローズっていうね、キャラがいるんですけどね、そいつ欲しかったんですけどね、こいつが当たりました。これなんだっけ？名前忘れた。ジェジですね。ジェジェの前に出たのが、このオリジンっていうね、まあ、このビーストとオリジンっていうのはね、これ同一人物みたいな感じなんですけどね。どう言ったらいいかな。もともとオリジンっていうのが、こいつがね、ビーストって呼ばれてたんですけど、そのビーストが死んで、その脳みそを移植された若い体っていうのはこのビーストなんですね。この若い兄ちゃん、イケメンの兄ちゃんですね。で、オリジンの方は脳みそないのにこれどうなってんのかな。なんかその死体をある技術により、この蘇らせたっていうような感じの存在になっております。そしてすごいですよ、このプリンスっていうね、このキャラクターは超有名実況者のあのおとじゃさんがね、キャラクターボイスをしているというね、おとじゃさんとおついちさんもなんかキャラクターボイスをしているらしいんですけど、もう僕もキャラクター持ってないんでよくわからないんですよね。はい、では早速ね、ガチャの方やっていきたいと思います。今ねちょっと課金してね、一応2回は10連を回してるんですよ。あれ3回かな。ですがね、未だにね、この星6のね、武器が出たことがないっていうね、星6以上の武器がやっぱいいらしいんで、ちょっと、それ狙っていきたいと思います。そしてね、QBB95 が追加ということで、これ新しい武器が、新武器が今日から、出てるみたいです。こちらの方も狙っていきたい。行くぞー、10連。まずは、20強できるからな。来い。星6の排出率はなんぼや。2% とかかな、確か。出てきてくれ。お、ま、ジャイアント、これね、この間、10連引いた時も出たんですよ。んで、その後無料で引いたやつでもジャイアント出て、もうこいつ3体目、4体目や。ジャイアント出すぎや、もういらんっつーの。星3か。星6以上欲しいわ。星3か。星6以上欲しいわ。まあ、出たきよしとしよう。4、おばっ、ライアンか。お前も2体目はいらないな。お、DSR、4か。4と4だから、これ一つ、あれか星5なるかな ?DSR 星5。A プラスっていうのは武器のランクなんですけど、この DSR っていう銃が、このゲームの中の、言うたら A プラスランクぐらいの強さってことなんですよね。で、この星の数が多ければ、この上限レベルを上げれるってことですね。何番やったかな？星3で35とかな？星4やったら40ぐらいまで上がるんじゃないですかね。ね、まあ、その上がる分が、ステータスが上がるっていうね、武器の攻撃力が。また出た。アンジェラじゃん。アンジェラちゃんもね、もうめっちゃ好きなんですよ。ローズのね、妹になるのかな。見てくださいよ、この胸の谷間がムハムハです。これやばいマジで。よっしゃ。すい、はい。あ、また出たぞ。キュービー。あ、2本目か。星4にはなるかな。はい。まあ悪くはないような。ちょっと微妙なような気がするな。DSR 星4か。せめて星51本欲しかったな。てか、このジャイアント、ライアンいらんかったな。アンジェラは欲しいけど。よっしゃ。続いてもう一回、いきますよ。出てきてくれ。出てきてくれ。お願い。お願い。星6出てきてくれ。星6。おっと、バレットライフルか。星3やったらいらん。
いらんことはない。お、武器めっちゃ出るな。C ランクはいらんな。いらない。あ、こいつ初めて出た。アダムは初めてだな。待って、これ6個目やろ。いらないんだ。いらないんだ。これは熱い。アイスストーム星4出た。まあ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 よしとしよう。アダムが出たからよしとしようか。アダムとね、ちょっと微妙っちゃ微妙なような気もする。でもジャイアントが出たのが鬱陶しいな。いいのかジャイアント。まあ仕方がないな。まあ、アイスストーム、今これ僕が持っている、武器たちなんですけど、アイスストームがね、最近のイベントでかなりもらえたんで、これ多分この星4をマックスにしたら星5まではレベルが上がるんちゃうんかな。レベル5まで上がったらかなり強いはずですね。A プラスの武器が出たけど、DSR、星5にするためには何本いるのかな。このランクなんですけど、どこあるかな。星1はこのグレーなんですね。ほんで星2になると、ここ緑になるんですよ、この下のバーがね。で3から5までがこのブルーなんですけど、あ、青色ですね。青色なんですけど、この星4を、いや、星3か。星3を、星4に上げるためには、一つの武器、まあ、こういった、同じ武器やらないといけないんですけど、K1 アイスストームであれば、K1 アイスストームを、まあ、素材として使わないといけないんですけど、レベルマックスの K1 アイスストームを1本と、この青色のバーのやつを1本で、青色の場のアイスストーム1本で星4に上げれるんですよ。まあ、どういうこと、まあそういうことなんですけど、まあどういうことかというと、まあ簡単に言うと、3から5の間であれば、その、進化素材に使えれるっていうことなんですね。同じ色であれば、まあ緑、あ、レベル、ランク2であれば、まあランク2じゃないか、まあレアリティ2か。レアリティ、星2であれば、星2のやつ、星1であれば星1なんですけど、星3からは345であればその進化素材に使えるっていうことなんですね。なんでこの星4は星5に上げれることができると、多分4本もあればさすがに5に上がるだろう。確かね、僕の記憶が正しければ星5の武器で、この青色のやつが、3本あればいけるはずなんで、星5に上げるには多分2本でいけるんじゃないかな。2本でいけるとするならばだよ、するならばもう1本アイスストームが出たら星6に上げれるよ。星6のアイスストームを手に入れることがちょっとできるかもしれんっていうことやな、これ。うわ、マジ嬉しいな、そうなったら。万能設計図で作れる。ああ、ここにはないのか、残念ながら。もうせっかくやから、もう単発でブブブって引こうかな。2回ぐらい引こう。来てくれ、カモンカモン。まあそんなもんやろね。来て、お、ケース G か。まあ、星4を1本持ってるから、もう1本出れば5になるか。なるほど。まあ、そんな感じか。4、もう1本も欲しいな。ちょっと待って、もう1回だけやろう。もう1回だけ、ちょっとなんか、燃えつく。やめれんわ。
もうここでやめとこう。はい、ということね。まあ、今回出たのは、まあ、あ、そうそうそう。あいつはどうなんだ。あ、待って。新しい傭兵、アダムとかいうのが出たな。これ僕がね、持ってるやつなんですけど、アンジェラちゃんとボックス。で、使ってるのが、この、ライアンを一応使ってるかな。もう、このジャイアントがおりすぎやろ。キモ、1、2、3、4体もいるな、ライアンが。ライアンじゃない、ジャイアントが。何いらんっつうの。お前は何だ？変形、重機関銃モード、アクティブスキル、5秒間正面ダメージを防ぎ。ああ、すげえ。これ強いのかな。まあ一応これ置いとこうか。これ使うようにしようかな。はい、まあこんな感じです。とりあえずまあガチャ動画としてね、なんかちょっと燃え尽きじゃなくて微妙な感じになってしまったんですけど、またね、暇があれば、こちらの方もね、動画アップできればと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。それでは、グダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それでは、エンジョイゲームズ。まったねー。